い、どうも、どうも、どうも、やめちょだーありがとうございます。ベビーちゃん、ありがとうございます。ということで、よろしくお願いいたします。ですね、先週終わりましてプレゼント企画の方ですね、厳正なる抽選をしまして、また来週あたりですかね、来週7月中、来週か再来週あたりぐらいに、発表したいと思います、この番組内でね、ということでよろしくお願いします。ちょっと今難航しております。どうしようかと、どうやったらこれはこううまくいくのかということでね、このね、やっぱりこうなんかこう会っちゃいけないということで、大変ですよそれは。ね、よろしくお願いします。はい、ということで、ね、来る途中ね、やっぱね、先週に引き続きなんですけど電車で来るんですよ、ね、何が引き継いでるのかな、あ、空調服の話か。空調服はまた持ってこれなかったんですけども、電車で来るんです。で電車涼しいな、すごい電車涼しい、多分女性とかは寒かったりするぐらいですよね、ちょっとカーディガンとか着ちゃおうかなみたいなぐらいね、寒かったりしますよね、タイミングによっては。今日ね、俺はね収録昼間なので、電車は結構好き好きなんですよ。もう端っこ真ん中あたりみたいな、ある程度何、間隔を空けて座れますみたいな感じだ、ぎゅうぎゅうではない感じね、あ、でも熊谷来ると、やっぱり熊谷まで来るとやっぱ乗る子、学生の子とかがねやっぱ多いのでね、結構狭くなったりしますけど、それまで、なんかね若い女の子あんまり見ちゃいけないかなと思ったんで見なかったんですけど、すごい若いなんか楽しそうにお話ししてる子が俺の隣なんですけど、だいぶ間が空いてね、端っこの方みたいな、俺が電車の席の真ん中あたりで、端っこの方で2人でねお話しながらなんかしてたんだけど、びっくりした、急に曲をかけ始めて、なんか杉山清貴とオメガトライブみたいな、なんか爽やかな曲かけてて、なんでなんで曲かけてんのと思って、自分ちみたいな感じで2人でそれを曲をかけて楽しそうにお話してカフェ見てみたいな感じで、いやでも別にそんなすごいうるさいなっていうほどではない、何その爽やかな感じ、その杉山清貴さん的な感じのなんか爽やかな曲かけて2人でなんか、あ、こういう世代の子たちってこういう感じなのかなと思ってね、なかなか洒落てんのかなと思ってまあちょっと俺がおじさんじゃんだったらこ うるせえみたいに言っちゃうのかな、でもまあまあそんなうるさい曲じゃないしなみたいな、多少これ曲かけ、電車で曲かけんだと思ってね、イヤホンじゃないんだってことでね、とりあえず放送スタートです、どうぞ。はい、というわけでね、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。川戸田の深い話でございます、よろしくお願いします。言うの忘れちゃいましたね、もうねこれを早く言いたくて、ね、最近の子は何、電車の中で曲かけていいんだみたいなね、すごいな、外国みたいな、なんかと思ってね、外国もそういうことがあるのかどうかもちょっと不明なんですけど、なんか自由だなっていうね、自由だーっていうとありましたね、なんかね、それもエンタの神様でやりましたね、乾ひろし、あーそう懐かしいですね、サバンナ高橋さんがやってたやつだ、ね、それも古いですよね、多分そういう子たちも知らないから、電車で曲かけっからもうほんと、爽やかなやつ、カフェみたいだったもん、もうね、いいなってことですよね、で今日はですね、ラジオ本放送の日でございます。1925年、98年前とね、もちろんね仮放送もあったみたいですよ、そっからねラジオの歴史ですよ、もうそんな98年もずっとラジオがねこういろいろ進化しながらね、やってるわけですよね。だって俺が最初に一人で自分からほら車の中でね誰かがかけてたりとか、なんかおじいちゃんがジャイアンツの曲な、曲じゃないか、ジャイアンツ試合のラジオかけてたりとか、なんかあとなんか何、やる気満々ラジオみたいな、ちょっと昼間とかあるじゃないですか、よくわかんないんですけど、なんかおじさんが喋ってるみたいなやつ、なんか楽しそうなやつ、昔あったんだよな、そんな言ったら今の俺も一緒かっていう話ですけど、そういうラジオねっていうイメージだったんですけど、なんか自分から面白いなと思って聞き出したのは中学生ですかね、
うちの子もそうなんですけど、なんか技術家庭科でラジオ作るんですよね。なんかハンダゴテつけたりとか。で俺の時のラジオのキットとかじゃなくて、今はなんか防災も兼ねてるやつ、なんか手回しラジオみたいな、グーンっていっぱい回すと電池出して聞けちゃうみたいな、なんかね、あ、そういう感じで、で、ラジオをねちょっと遊びで聞いてるんですよ。それナックファイブですよ、ね、ふかちゃん聞けっていう話ですけど、ちょっと距離が遠すぎて聞けないんで、ラジオ電波入らないんで聞けないんですけど、ナックファイブさんを聞いてますよ、それはね、ナックさん、ね、まあ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 、それはいいか、他局さんな面白いですよね、それはそれで、まあ俺も聞いてますけど、はい、もちろんふかちゃんも聞いてますよ。やだなこういう返し、違うんですよ、ちゃんとねラジオって、ま、ラジオ楽しいですから、俺も中学生の時に、でもそれよりでももうちょっと前かな、音楽楽しいなって聞き出した時に、そうラジオでやっぱ流行りの曲がかかってるとね、それが聞きたくて、昔はほら今みたいにサブスクとか、なんか YouTube で聞けるとかないですからね、やっぱりね、そうなってくるとやっぱラジオで聞いてみようみたいなね、今流行ってる曲ちょっと聞きたいなみたいなで、ラジオ聞くと、そうするとね、まあいろんなチャンネルね、なんか流行りなんかヒット曲番組みたいなね、そういうのがね あったりするわけですよね、あのランキング形式でみたいなね、ヒット曲かけちゃうみたいなね、あとは皆さんのリクエストで曲かけますよみたいなやつとかね、そんなあって、聞いてたりしたら、すっごい面白い人とかもやっぱいるんですよね、中学生の俺でもちょっと面白くて笑っちゃうんだけどみたいな、そういう人がいて、で、ね、その時、これはよく言ってるんですけど、すっごいむちゃくちゃな人がいて酔っ払ってきて、なんかうるせえなと管巻きながらやったりするんですよ。それがすっごいなんか他の番組も聞いてるけどこんな人いないなという感じだったのが古田新太さんですね。なんか土曜だか日曜だかの昼間かなんかにやってて、楽しみで聞いてましたね、昼間 2時3時だったかな、ちょっと分かんないんですけど、ちょっとその時間帯とかは全然覚えてないけど、あ、面白いなと思ってね、聞いてましたね。まあまあ他にもねいろいろね聞いてたんですけども、ね、ということでラジオは楽しいなってこと。今なんかどうなんですかね、ラジオの発展系でクラブハウスとかありましたけど、クラブハウスとかどうですかね今、どういう感じなんですかね。ちょっと俺ね、俺持ってるのアンドロイドなんですよね。で始まった頃ってアンドロイド入れなかったんですよね。で iPhone だけで、でまあなんか後半なんかアンドロイドもいけるよみたいな風になったらしいけど、もうその頃にはなんかあんまりそういう話も聞かなくなっちゃって、で結果アプリすらインストールしてないみたいなねえいう感じでやりましたけれども、どうなんでしょうかね。まあそうですね、あとはもう本当初めてのラジオって言ったら、まあまあそう聞いた、あとは出る方になってくるんですね俺とかはね。出る方は、これもね、もうちょっと他局さんなんですけども、 そちらもね コミュニティ FM で、うちの師匠がね番組をやってると、でなんかめんどくせえからやめてみたいなことなんか言ってて、もうちょっと終わるんだなみたいな、なんかまあまあ冗談で言ってたか本当になんかちょっと分かんないですけど、でじゃあお前ら出してやるよっつって、でレギュラーでいいよ出てっつって、やったっつって、いいんすかマジですかありがとうございますね。で俺はその当時コンビを組んでいて、でね、収録行くわけですよ、何時の駅のどこどこ来いって言って、ね、で喫茶店じゃあ行こうかっつってね、コーヒーおごってもらいながら、ね、あだこうだ喋りながらで、行ったら、で最終回、1、ね、最終回2で終わるという、1個前と最終回で終わっちゃうっていうね、で1日行ってレギュラー終わるというね、感じでしたね。懐かしいです、その当時ね 俺にはね安倍さんという相方がいたんですけども、安倍さんがね、安倍さんはね、ねえどういう人かな、まあ大学生かな、っていう感じだったんですよ、大学生の、さっぱりした、男の人ですね、その安倍さんが相方 で基本俺はツッコミだったのかな、あんまり決めてないんです、まあまあなんかあれば俺もなんか言っていこうっていう感じで、
で安倍さんは、ボケなんですけど、やっぱ真面目なんです、基本真面目なんですよね、やっぱね。で、初めてということもあり、緊張もあり、そのラジオって緊張もあり、で、うちの師匠っていうこともあり、そうね、なんかほら粗相しちゃいけないね、自分が何かあったらこれいけないってことで、誠心誠意真面目にやってたんですね。そうしましたらですね、俺はうちの師匠がイライラしてるのがちょっと分かったんですよやべえみたいな。それなぜかっていうと、真面目すぎてお前ちょっとはボケろよってちょっとガツンときまして、お説教が始まりまして、本番でお前よみたいな、なんでほらボケやつが今じゃんみたいなボケろ、なんでボケねえんだよつって、普通に答えちゃってんじゃんつって、いう感じでな、本当大学生だなお前みたいな、怒ってないんですよ、そう怒ってるわけじゃなくて、それがツッコミになるわけなんで、ね、でまあまあ俺は今まで出たラジオ番組で一番面白かったですね、こんな番組ある、怒られてんだけど相方がみたいなね、何オールナイトニッポンではもうね伝説の何もうオリエンタルラジオさんがマジ喧嘩みたいなね、あると思うんですけども、またそういうのとは別で、普通に怒られてるだから本番やってるっていうね、面白いなと思ってね、まあまあ俺は俺でまあ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 その関係なく、じゃあちょっと楽しいボケていこうかなと思ってね、やってね、この温度差ねラジオおもろっせーっつってたんだけど、もうでその当時安倍さん黙っちゃって何にも言わなかったなとラジオやりたいっすねーっつって、俺は言ってたんですけどね、やるなら企画書書きなよって言われて、あ書き方がわからないっすねとかっていう話をしてたんですけど、結局なんか何なんかうやむやになっちゃったかな俺だけなんのも楽しみにしてんの、コンビで、まあまあそんなこともありつつですね、それは優しさなんですよ、優しさでねそういう風に言ってくれてるんですから、ね、これからそうしないとダメだぞっていうことでやっております。今回はですね、復活曲、チューブです。夏ですからやっぱりチューブの、スマイルという曲をかけたいと思います。それはなぜかって、ね、歌詞の中でね、辛い時こそ笑ってっていうのがあるんですよ。これね俺が見てワンピースでもそうなんですけども、辛い時こそ笑っとけっていうね、歌詞があるんですよ。そうなんで安倍さんも笑ってほしかったな、笑ってたけどね苦笑いで、ということで、よろしくお願いします。スマイルです、どうぞ。はい、ということでありがとうございます。ね、スマイルということで、チューブさんのスマイルですね。この曲昔CM かかってて、あいい曲だなと思ってね、で今ね復活いい曲をね、いろいろかけてますから、あ昔そういうのもあったなと思ってね、久々に聴いてみました。すごいいい曲だなと思ってね、またそれにね絡めてラジオの話なんつうのね、しながらね、安倍さん連絡取れてないんだけどな、撮りたいんですけどね、出たら面白いですよ本当に、ね、あ解散はね、したんですけど、喧嘩別れとかじゃなくて、ね、なんか、コンビってね、お笑いのコンビあると思うんですけど、やっぱりほら何十年も続けていくわけですよ。で売れてればいいんですけど、売れてなければね、お給料が入ってこないってなると生活ができないってなるじゃないですか。でやっぱりそうするとやっぱりね、なんつうだろう、こう無理やり縛りつけちゃうっていう、俺とやってるからみたいなんで、要はだ人生をしょいなんかほら半分しょうみたいな、いうところがちょっと出てくるじゃないですか。だからそうなってくると、なんか俺は楽しくてやってるからいいけど、なんかね、今はいいけど、やっぱりほらやっぱ、ね、俺よりね安倍さんはね3つぐらい年が上だったのかな。それでやっぱりほらなんかね、人生の岐路みたいなね、ほら結婚するとか子供できたとかっていう、まあその時はなかったんですけど、まあそんなあったりとかしたらね、やっぱちゃんと働かなきゃなとかっていうね責任もあったりだろうしとか、いろいろ考えると、下手にズルズルやるよりも、うわこれ今どうかなと、要はその数年後結構これはどうだっていうとこまで、有名なコンビになるか、このまあまあテレビに出ないは別として、この何その辺界隈で有名な面白いコンビ、
あそこだみたいに言われるぐらいなるかなってなった時に、ちょっとね、どうかなというところがちょっとあって、ちょっとあの何、俺のわがままに付き合わせちゃいけないなっていう、ところもあってね。いや別に かといって別に俺がネタを全部作ってたわけじゃないし、まあまあこういう感じで2人でね話し合ってこう決めてはいたんですけど、こうなんつうんだろうな、あのなんか巻き込んじゃうのもいけないのかなと思ってね、まあその辺はね、あのまあそんなに深く話し合ったわけじゃないですけど、やっぱりほな、あのなんつうんだろう、自分が面白いって思うことと相手が面白いと思ってること違ったりも多少しますし、もうやるならとことん自分がおもろいでしょこれっていう、みんなおもろいでしょっていう風にねやれる方がいいじゃないですか。っていうのね、俺はなんかこういう風にやったらなんかなんて言うんでしょう、あの人気出るかなとか面白いかなっていう、このなんかあのやっぱね音楽やってる人と一緒だと思うんですよね。売れる曲を作る、自分たちが面白いと思うよものを作り続ける、これ2パターンですよね。どっちも合致してればいいんですけど、みんなが面白いと思うものは俺も面白いからみんなでやろうみたいなならいいんですけど、またその辺ね、作り手によって違うという、あのよく言いますけど、売れたら好きなことやればいいんだからみたいなね、それが売れねそんないつだいつの話みたいな、もう氷山の一角ですからテレビ出てる人がね、だからそういう意味では俺は開き直ってますけど、そんな感じでございますね。はい、ということでどんな感じですかっていう話ですよね。はい、長々とすいません。ということでですね、今回は、そうですね、駄菓子屋のね、プレゼント企画、駄菓子屋さん行きましてプレゼント企画ありました。その時にですね、あの駄菓子屋さんの時にあのちょっと話したんですけど、その後にお腹減ったなと思ってあのガスト行きました。ガスト久しぶりにガスト行きました。うちの子たちには本当スカイラークチェーンのお店にはもうすごい助けていただいているんでどこ行くつうの、ね、夢俺うちの近くには夢庵行く、バーミヤン行くみたいな、あとガストもあるんだけど、あんまりガストって喜ばない、本人たち言わないんですよ。どうしてもね、やっぱ子供なんでラーメンとか、あとはね、麺類ですね、うどんが食べたい、どっちからなんですよ大体。あとは回転寿司がいいとか、なっちゃってガスト外されるんですよ結構。それでね、もう数年行ってなかったのかな、で久々だから、ガスト深谷店さんに行きまして、であのあランチあるわ、ランチうまそうと思ってね、しかもね、あの久々来たからかな、なんか豪華なんだよ、なんかハンバーグとなんかコロッケとソーセージとみたいな、でちょっと野菜があったりとかして、でなんか600円みたいな、安っ、ガストこんな安いのと思って、でなんかスープはおかわり自由ですみたいな、やったやったじゃんみたいなね、でおかなんかライスおかわり自由、あおかわり自由じゃない、ごめんなさい、あの大盛り無料みたいなね、なんか贅沢この上ない感じが、申し訳ないありがとうございますみたいな、それ600円安っつって、心の中ですよ言ってないですよお客さんもなんかもう時間が12時過ぎてた、1時過ぎたかな、だからまばらだったのかな、ポンポンポンしかいなくて、何これ最高じゃんここ静かでと思ってね、ねえなんか喫茶店としてもいいんじゃないみたいな感じでね、ですいませんって呼んだら、今ねあれなんですね、あのタッチパネルなんですね、自分で押して、ね、なんか素敵な、パートさんの方が、綺麗なパートさんが、あなんか全部教えてくれて、あこれタッチパネルでやるんですよ、あそうなんですか、すいません、俺よく考えたらバーミヤンとかでやってるわと思ってあそっかと思って、久々ガスト来たからと思って、ねえ、でなんか丁寧にね全部教えてくれて、 ありがとうございます、すいませんっつってね、いい人だなと思ってね、えいい人だな、どんな人名前かなって見ようかなと思ったんだけど、あんまりねこう胸元についてっからね、なんていうのエロい感じ、あの女性って気をつけ、男性も気をつけてください、あんまり胸元とか見てるとこいつおっぱい見てるとバレるらしいですよ、目線ですぐこいつおっぱい見てやがるって分かるらしい、ねえ、だからうかつに見れないんですよなんかそう、俺ねいけねえなと思って、俺ねあんまり目が良くないんで、昔バイトしてた頃とか全然そんな知らなかったから、あの名札をこう近くに行かないと見えないんですよ、で
なんか初めての人とかよろしくお願いしますって言った時、ね、顔近づけちゃって、あお名前ねっていうので見てたけど、あこいつこのおっぱいを直視してるやがると思われたり気まずいなと思って、そんななんかあ気がつかなかった俺すいませんと思って反省と思いましたかね。関係なくね今ガストさん、ね、美味しかったねということで、昔はねほんとね山盛りポテトフライ、今はなくなっちゃったのかな、山盛りではなくなったのかな、やっぱなんかねやっぱねその高騰ですから、値上がりしてますからね全体的にね、全てが値上がりしてますから、昔はほんと山盛りポテトフライと、ドリンクバーで、夜行って朝方帰るみたいな、すげえ普通にやってましたもんね友達と。もうしょうもないことをずっと夜中喋ると、で、明るくなったらやべえ帰ろうかっていうことでね、夜のご商売してる方みたいな感じで、明るくなったら帰るみたいな感じで、別に仕事でも何でもないですけど、暇な友達とみんなで行って、そんな感じでなんかわーわー喋って終わるみたいな感じがね、昔はガストさんほぼ毎日のようにね、夏休みなんか特に学生じゃ高校生ぐらいの時とかはねしょっちゅうやってたんですけどね、あんまり今はねということで、久々に行ったらねいい、美味しかったなと思いました。なんかね、今逆にこうやってねボリューミーな感じにしてんのかな、ちょっとわからないですけど、皆さん何かまたありましたら情報を、FM ふっかちゃんのホームページから教えてください。ガストだけじゃなくてもいいですよ。ということで一旦ブレイク、はい、ということでありがとうございますね、7月12日ね、40回目ね、40回目の放送でございました、オープニングで言えばよかったね、めでたいですね、こんなにやれると思わなかった、ね、あーすいませんもう喋ることないですっつって終わっちゃうかなと思ってね思ったけど、これまだまだやれそうな感じがしてね、ありがたいですね、もうなんて言うんでしょう、売れてないだけあって、無駄に芸歴が長くなっちゃった分、なんか昔の話とかね、したりしながら、今週先週もやってますけれどもね、本当にいやでもねそんな感じでねラジオもね楽しいですからね、まあ他の番組もそうですし、ね、楽しくやってらっしゃる番組多いですから、皆さんもね、FM ふっかちゃん、そしてまあまあ他の番組ですね、まあねもうねチェックしていただけるとね、またこの番組楽しいななんつってね、メッセージをね聞いてますよみたいなメッセージもね他の番組さんにもね、送ったりすると皆さん嬉しいですよ、番組やってる人はね、もうメッセージいただけるだけでねありがたいなと思ってますから、うちの番組もそうですけれども、皆さんどこの番組も、確実に、ね、目を通していますのでね、まあ気になる番組あればチェックしていただければなと思います。そうですね、深谷市で聞いてない方、別のエリアで聞いてらっしゃる方に関してはもう本当にね、リスラジですよね、リスラジは全国いろんなとこの、コミュニティ FM さんが聞けますので、行ったことない土地のラジオね、また昔行ったことある場所でやってるラジオというのもね聞けたりするので、ちょっとね面白いんじゃないかなと、聞き比べるというか、そうすると川野田さん結構いろんな話をしてるなと、いうのも分かってもらえるかなってまあまあまああるんですけども、まあまあね他にもいろいろありますから、聞いていただけると楽しいんじゃないかなと、ラジオって楽しいですよ、ということがね皆さんに伝わればねいいかななんつって思って、今喋っております。ありがとうございます。ということでね、とりあえずですね、私の方とですね、川野田チャンネルというところでね、この後、31分から YouTube 版ということでね、今日のこの放送がYouTube 版として、どうやって撮ってるかみたいな、撮ってるところの映像と、組み合わせまして、やっておりますんで、そちらもチェックしていただけるとね、ちょっと本放送とはいかないんですけども、ということで聞いてください。ではまた来週、さようなら。
ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているつえ、それでベルマークみたいなのがあるんですけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、ここにはいち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。結構やってるぞ。どうもどうも東京どうもどうもどうも東京どうもどうもどうも東京どうも、あれ歌詞がもうないよ。とりあえず踊っとけ。わあ、別の動画も見てね。